あ、橋本まなみさん、山形の、はい、これどこ、あれこれ高さんどこに入ってきてるんですか、これこれテレビ局入ってきちゃうんですよ。これ高さんがテレビ局入ってきたら岩手朝日テレビになります。岩手朝日テレビ、はい、違うよ、はい、洋食屋さんに行かなくて、ね、ここはあの岩手が誇る一番の、はい、テレビ局ということで、洋食屋さんに行かなきゃいけないの、はい、お腹空いてるんですか。じゃあロケをするの？あ、ロケ、ロケか、はい、なるほど。あ、どなたさんですか？あ、岩手朝日テレビアナウンサーの石田瑠美子です。あ、本書いたりする。へぇ、今日もお手紙だった。何？ちょっと私の、はい、これ小説、小説、小説書いてるんですか？あ、そうなんですよ。え、これじゃあ、はい、僕らこれたまたま入ってきたんですけど、はいはい、これ自分の宣伝したくて今ゴリゴリ来てるんですか？ゴリゴリ。なんでしたっけ、あのタイトルが。けだものっていう。けだもの。けだもの。これ何ですか？けだものって小説書いてある。けだものって小説。けだもの。このけだもの。あ、すいません本当に。けだもの。けだものって言うんですね。あ、処女作品がけだものです。けだものですね。そうなんですね。はい。アナウンサー。アナウンサーさん。はい、お名前もう一度いいですか。けだものです。けだものなんです。はい、けだものなんです。けだもの、このけだものっていう。けだものじゃなくて、めっちゃけだもの。けだものはいるわ。バトン回す人はいるわ。そうです。あ、ちょっとバトン回す子が、ちょっと裁判で。え、裁判？裁判？なんか訴えられたの？あの、裁判の取材です。ああ、なんだ、びっくりした。びっくりした。訴えられたのか。あの人いい人ですよ。なるほどね、よろしくお伝えください。お伝えいたします。いや、僕ら行かなきゃいけない。洋食屋さん探してるんですよ。すいません、ちょっともう一個だけ私。何ですか、何、何、何、実は私メダリストになったんです。何のメダリスト。これ、あのラッファっていうスポーツなんですけど。ラッファ、ラッファ、ラッファっていう、はい、スポーツ、皆さんご存知だと思うんですけど、ラッファっていう、あのボールを転がすっていうスポーツなんですよ。これ正式にあの畑屋さんを通してクレーム入れますよ。でも私だからメダル、日本代表として大会に出てメダリストになったんです。どこで大会があったの。マレーシアです。マレーシアまで行ったの。すごい。ボールを投げるスポーツで。ああ、なるほど。世界の3位なの。アジアの3位です。アジアの3位なの。すごいじゃん。石橋さんに報告して、高さん岩手ですごい人気ですね。わかんないですけど、何だかわかんないですけど、飯の場に現れて、バクバク飯食って、これ何しに来たのこの人はっていう。あれですね、岩手の時 の、 あのスポーツ王の時、はい、スポーツ王の野球盤の時に来て、前の日泊まったんですよ。で、飯の場に現れてバクバク飯食って何なのこの人は。おもてなしって、はい、食べさせ、おもてなしって言えばもう自分で箸持っちゃったりする。なんでそんな食べたんですか。いや、なんか松茸が美味しくて。いや、松茸食べれないから。あ、飛び虫とか。あ、そう、初めて食べて。そうなんですよ。ことばかりということで、はい、あの、そういうのはいいんですけど、はい、僕ら本当ちょっとお腹空いてるってことですよね。いや、違うんですよ。豚を探してるんですけど、その、はい、なんだっけ、金風。あ、金風。はい、うん、そこに行きたい。あ、はいはいはい。盛岡駅前ですよね。はい、うん、そこ連れてってほしい。案内します。あ、はい、歩いて行けます。行けます、行けます。お願いします。じゃあ行きましょう。行きましょう。これなんで一回ここ来たんだろう。そう、こう連れてこられた。あっちですね。じゃあお願いします。はい。あ、一応行きましょう。バレンタインなのでチョコ。これは、これなんかあのさっきの営業の人と知り合ってからすごいですね、これ流れが。あ、カリアさんだ。なんで。カリアさんだ。え、
あ、これ刈谷さん、はい、刈谷さん天然でね。刈谷さん、バトン、刈谷さん、ミクっていうの、はい、刈谷、ミク、はい、あと石田桃、毛玉はこれです、はい、毛玉、毛玉これなの、毛玉ですよ、はい、え、毛玉のこれなの、はい、あ、なんか修正してんなさい修正してちょっといいですか、毛玉のさん、ちょっといいですか、毛玉のさん、ほら、ほら、おかしくない、おかしくないです、おかしい、それちょっと、ちょっと太ったからね、そうすぎて確かに入社前だから、ちょっとは石田、石田、石田美子、毛玉の、いや、すみません、本当に、いや、もう石田さん、もう知っときますよ、本当綺麗でチョコレートもこれもらったんですけど、あ、開けた後なんですか、ね、ああ、なんで開けたんですか、それ一回、なんで開けたやつを高さにやる、でも、中身も入ってるので、ちゃんと、はい、ちょっと行きましょう、じゃあそこ、じゃあお願いします、お願いします、今日は無理やった取材、そうなんですよ、豚を食べに、うん、じゃあ、一応くやくん、これ、はい、あ、待って、私でも高さんと写真だけ撮りたい、何ですか、写真撮りたい、高さんと写真が撮りたい、毛玉のは写真とあれと違うじゃんかよ、何ですか、なんだよちょっと待ってくださいよ、片言違うじゃんかよみたいな、ちょっといい写真、すいません本当に毛玉のさん、ちょっといいですか、もう行かないといけないですよ、ここに私がいるべきものではない、すいません刈谷さんに、よろしく伝えたら、はい、裁判終わったら、はい、すいません、ありがとうございました、ちょっと行ってきます、はい、すごいですね、太っちゃって食いすぎてね、出発します、食いすぎて太っちゃってるんですよ、太ったんですか、太りました、毛玉のっていう、毛玉の